えー、さて、えー、先ほどなんかキラキラ光ったりなんかモヤモヤした黒いのがありましたけど、あれの正体をごあの説明いたしましょう。正体はこちらです。えー、海底というところはあの何もないところではなくて、結構いろいろ活発的に事件が起きています。この場合は何かというと煙突のようなものがあって、そこから煙が出てます。見えます？手前のこの なんか焼き鳥の串みたいに見えるのは実はこちらの慣れの果てです昔はこのように煙突状で煙吹いとったんですね、えー、ところがあこれは慣れの果てで、えー、吹かなくなって煙突の部分がボロボロになって残ってるだけですまるで幽霊船のように見えますねこれがマストこっちが煙突で、えー、蒸気機関の煙吹いてるように見えますがまあ煙じゃないですよねこれ水ですからね周りも水です これも水水水でですすのの中の水が見えてるわけですでこれは一体何かという説明もあとで,でこれまでまたきちんと出てきますが、えー、とこのような熱いお湯実はこれ熱いお湯で温度はおそらく300度超えてます普通お湯は100度でね沸騰して蒸気になりますが水深 1500m の海底ですので圧力が高くて蒸気になることはできませんお湯のままです 300度のお湯そういうものが黒くなって、えー、と透明な海水の中でまるで煙のように見えるんですねこれを熱水と言います熱い水と書いて熱水といいます,どういます先ほどのキラキラ光ってたやつも実は同じでこの辺かこれも同じで実はこの岩の割れ目から熱水が出てます 熱水が出ててここ熱水がちょっとたまりつつのここから黒いのがモヤモヤ上がってますように見えますかモヤモヤまでねこ,こから割れ目から横にに回出て上に出てて上いお湯熱水と周りの冷たい水だと光の屈折の様子が違うのであたかもんか空気,空気中の何池の水面を見ているようなことがここに起きているわけですね。 え見てるだけではやはり調査研究としてはなかなか進みませんので、えー、岩石取りますこの辺りも揺らいでますねなんとなく見えます、えー、ここお湯出てますね、えー、先ほどのような真っ黒けなお湯は出てない、えー、温度が低いんですおそらく 100°C とか1 5 0 °ぐらいのお湯がじわーっと出てるんだと思いますにじみ出てるので我々はあのシーページっていいますけどね、えー、今からこの位置取ります え先ほど海底観測装置を回収したのと同じようにロボットアームマニュレーターついてますからそういうもので、えーと回収えー、と岩を取ることもできますこの辺りにはまあなかなか立派な五右衛門さん五右衛門腰り部エビがおりますけれどもこんな感じで岩もぎ取りますこれはおはらいびかもしれません。 お花エビってなんか、ね、お花しょうすけさんっていう人が朝夕。朝風呂、朝酒が大好き。間違ってます。朝にでしたっけ。お湯が好きだから、お湯の近くにいるエビだからお花エビと名付けようと。洒落てるんですけどね。あの海外の人にこの洒落がわかるかどうかは非常に。謎ではあります。こんな感じでも、あの、一匹捕まりました。えっ、ー、と、この辺でも後で逃げます。あの。ふ、ふみ、うね、えっ、ー、と。 海の上まで上がってきてあとでこの岩石を当然確認しますけれどもそこには残っておりませんでした幸いなことに、はい。ということでこういうふうにバーっと吹いている熱水熱水は何でできますかここは海底火山地帯と思っていただいて構いません地下深くにはマグマがあるそういうものが海水染み込んでいる海水を温めてそれが3 0 0にもなってこういうところから吹くんですね。 でそこにには非常に特殊な生物たちがいます例えば先ほどご紹介したようなオハラエビであるとかそれからゴエモンコシオリエビであるとか不思議なわけですよ。なぜかというとここは深海です今この場合は、えー、とライトをね、えー、照らしているので、えー、深海の海底の水の中の様子が見えますけどもライトを消したら真っ暗なわけです。どうやってて生きていくのか 光合成ができないんですねこんなところだとつまり植物はいません植物いない環境でどうやって動物が暮らしていけるんだろうかそういうことを考えたことあります地上であればそれはまず不可能ですしかし深海の熱水というのが吹いている環境だと可能なんですねどうなってるかっていうとまあ、これご存知の方もおられるかもしれませんが冷静に考えるとなかなか恐ろしいことになっているこれは解像度低くて申し訳ないです あの我々のいろんな生物っていうのは何種類かに分かります進化の過程で枝分かれをしております人はどこかいると人はこちら進化物生物というところに入ります一方人の体の中にいる大腸菌というのはここにいて、えー、これは細菌の中のまあえー、バクテリアというようなところに位置するわけですがそれらの生物の最も大元になっているものはアーキアと呼ばれている アーキアは日本語では古細菌というつまり生物の源の源のようなやつこれはアーキアいでいろんな種類がいますけどもある種のアーキアはなんかとんでもないことをやってるどういうことかっていうと,、えー、とこれはホームページからお借りしましたけども熱水が3 0 0度とか3 5 0度海水は2度とか4度とか、まあ、そういうような環境で熱水が 出て,いる,ところ出ているところで何しているかっていうと熱水に豊富に含まれている二酸化炭素と水素を使って有機物やアミノ酸を作り出しているでこういうものはまた別の,別の種類の微生物が食べたりあるいは先ほど見ていたような大型の生物エビとか魚とか貝もいます。そういうよういよなものが これらが作るる有機物を食べているつまりどうなっているかっいうと光合成関係ないこれ化学式です二酸化炭素と水素これはメ,、えー、とメ,タンメタン生成菌の場合の化学式で他にもいろんなやついるんですで、まあ、あのいっぱい化学式書くと何かなんか分からなくなるんでそれだけ書いてますけど二酸化炭素と水素をもらってメタンと水を作るこの時にエネルギーが出ますつまりそのエネルギーを使って生命活動ができるんですそういう 特殊な古細菌アーキアというのはここに存在していて彼らは普通だがどうなるか普通こういうところは CO2 と例えば二酸化炭素と水とかで酸素を作るとかいうふうになっているそういうことはやってないわけですね。一体これはどういう意味があるのかこのような珍しい細菌を調べる意味は大きく二つあります。一つはですね何せ珍しいいわけだからら私たち人間が知らななような タンパク質とかを作ってる可能性がある。これ、何役に扱いたい薬とかね。医薬品などに応用が効く場合もありますし、工業製品に役立つ場合もあります。えっ、ー、とそのような微生物が作る。うーん。そうねえー。いろんな物質。まあ、ヨーグルトなんかもそうですかね。えっ、ー、といろんなもの。を私たち食べてえ、自分の体の健康に、えー 寄与するそういうものを微生物からもらったりしてますけども、えー、同じようなことが、まあ、考えられるとにかく珍しい微生物だから新しい薬品ができるかもしれないそれは一つもう一つは太古のの地球を理解するのに役立つだろうと、えー、写真でも見させたのはこれはもちろん想像図ですよあの誰かが書いた想像図誰かってこのアメリカの方々が書かれた想像図だけど40億年前の地球ってどうなっているかってもう水ありました。 水はありましたけどこの辺長らかうまいこと書いてあって水もあって陸地もあるけどこの辺まで赤いつまりできたばっかりの地球は海はあるんだけども海の底の方はもうあちあちなわけですつまり熱水な環境なんですねあちこちに熱水がもう満ち満ちてるような環境そういうところでしかし同時に生物が繁殖を始めているらしいというのは今までの調査地質学的な調査で分かっているじゃあ一体どんな生物か地球で最初に繁殖を始めた生物はどんなやつか 多分さっき言ったような熱水地域で生きているやつだと思います。余談ですけど、その時の火星はこんなんだそうです。火星もその時に水があったんですね。え、陸地もありました。地球より太陽から遠くて、比較、ちょっと小さい、惑星ですから。あ、ひょっとしたら、もうその時は、地球よりも生物が繁栄したかもしれませんね。どんな生物だったんでしょうか。まあ、そういうのも含め、古い時代の生物がどんな姿をしていたかっていうのを研究に役立つわけです。 ちなみに、昨日すごいニュースがありました。何かっていうとねあの理化学研究所と東京大学が発表した電気で生きる微生物を初めて特定電気で生きるどういうことかって言うと,を作るとでこれだけだと分かりにくいんで分かりやすくまとめてみました一時生産者っていうのは私たちの立場から見ると大体植物ですえ皆さん植物食べてますね動物食べてますねでも僕たちが食べてる動物牛とか豚とかあるいは魚とか。 それも結局は植物をているわけですつまり私たちの食卓に並んでいるもののほとんど全ては植物そしてそれは光合成光を使って有機物を作る植物が一時生産者になっているこれも私たちの知っている世界私たちの知らない世界のうち一つがまず熱水ですが熱水は先ほど言ったみたいに水素とか二酸化炭素とか省略しましたけど硫黄とか鉄を食いながら酸素とかこう光合成って頼らずに 生きていけるやつらがいるらで彼らの熱水のエビに聞いたらあまあ光合成って何っていうわけですね。ところが今回この光でも化学成分じゃなくて電子で生きてるやつが新しく見つかったこれ3番目だそうです。でどこにいるのかまだ分かりません。 熱水におるんちゃうかって言われてますけど先ほどのは室内の実験なのでえとまだ実際にそういうものは見つかってないまあ熱水の微生物を使って実験したみたいだ熱水はもしかしたら電気そのものを食ってるやつでいいかもしれませんこのように難しい話になると難しくないスライドが出てくるようになっておりますあの私船のレポートをホームページに上げたりしてまして これ乗ってる間に描いたり、降りてからもその続きがあったりとか、ああしとるんですが、何が一番人気あるって大体あの食事の写真ですね。あの朝餐の写真ってそんなに人気ない。だからあのちょいちょい入れます。はい。これはあの船で人気のカレーですね。えー、ジャムステックさん横須賀にありますので、えー、カレーの発祥の地の一つと言われてます。ラーメンなんかも出ます。寿司も出ます。ちなみに新海六千五百のご飯というのは大体決まっていてサンドイッチです。四つ入ってます。 えっとツナサンドとかハムサンドとかって一つがジャムサンドですデザートもついてるんですね、うん、わがままを言うとおにぎりを作ってもらうこともあるそうです